この精神病院に来て、もう2ヶ月が経った。早く治療して、あの子のところへ戻りたいけど、あの子のところに戻る資格なんてあるのだろうか。何せ、あんなことをしてしまったのだから。あなた、どうしてそんなに早く旅立ってしまったの？パパ、私の夫は、フランが4歳の時、34歳でこの世を去りました。肺がんを患っていて、診断された時にはすでに末期まで進行していました。どうしようもありませんでした。苦しみながら病気と戦って、それでも私たちの前では笑いながら励ましをかけ続けていました。息を引き取るその最後まで。そして、夫が亡くなってから、私の体に異変が起こりました。ママ。ねえ、ママ。ママ聞いてる。ご飯まだ、もうお勉強終わったよ。ごめんね。今作るからね。夫を亡くしたショックで、私は常に体がだるくなり、熱が出て、ぼーっとしているようになりました。何日か経った後、常に死ぬことが頭をよぎるようになり、家事や仕事もまともにできなくなりました。ママ、もう幼稚園の時間過ぎちゃうよ。幼稚園連れて行ってよ。今日ご飯も作ってくれなかったし、ママどうしちゃったの？ごめんね。フラン。ママ最近調子悪くてね。何やってるんだろう私。パパが死んで辛いのはフランも一緒なのに、私だけがうつ病になって、家事もろくにこなせなくなるなんて、私は、本当にダメな母親だ。は。私今まで何してた？フランを幼稚園に送るまでの記憶が完全にない。フランはどこ？フラン、何をそんなに怖がっているの？いやだ。もうやめて。フラン、本当にどうしちゃったの？は、また記憶がない。もしかして私、気を失ってたの？フラン、どうしてそんな傷だらけで？私は、子供の世話一つできない自分を責めるあまり、精神に異常をきたしてしまっていました。私は多重人格になってしまったのです。突然意識が飛び、人格が入れ替わってしまうのです。もっと早く病気に気づいていれば、あの子を苦しめることはなかったのに、私の子であるフランは、今は施設から学校に通っています。今のところ、施設内でも元気にしているそうで、周りからも人気者だそうです。時々、お母さんに会いたいと、施設のスタッフの人に言ってるらしいのだけれど、とっても、合わせる顔も影もないので困っています。私のもう一つの人格は、とても暴力的な人格でした。だからその人格が発言すると、フランにとても理不尽な暴力をしたりします。私とお医者さんは、なんとなくその人格を、サリー、と呼んでいます。今までフランにしてきたこと、サリーのせいにするつもりは毛頭ないけど、本当にどうしようもなかったんです。人格が入れ替わってる間、私の人格は心の奥底に閉じ込められ、眠ってしまうから。調子はどうですか？最近はサリーも出てこなくなりました。だけど、いつまた元に戻るかわかりません。大丈夫です。あなたの症状は時間が経てばそのうち解消されます。だから今は、心の中の闇を取り払うことに専念してください。はい。